皆さんこんにちは。今回は、ビューティーコリアさんから送っていただいた私が気になったアイテム、韓国コスメをご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。今回は2つちょっとブランドを絞って気になるアイテムを集めてみました。まず1つ目は、こちらの、ラネージュのコスメになります。でこれは、昨年の、ホリデーシーズンに発売した、限定のパッケージとアイテムになっていて、こちらがアイシャドウパレットと、であとこの、クッションファンデーションですね、こちらとで、リップも出ていたのでこのリップ3つ選んでみました。まずこのクッションファンデーションから見ていこうかなと思うんですけれども、今回は、ワイルドアットハートっていうこういう、パッケージになっていて、少しこうネオンサインのような感じのデザインで、すごく綺麗です。で、このファンデーションは、レイヤリングカバークッション&コンシーリングベースという商品で、もともと既存で、出た、ファンデーションの、限定パッケージということになります。で、ケースはね、こんな感じで、鏡面仕上げになっていて、少し青みの強いパープルというカラーになっています。そして中を開けると、まずこのパフの形がこういう涙型になっていて、で、しかもですね、この先の部分と、この面積の広い部分と少し質感の違うパフになっています。なぜこういう形になっているかというと、このファンデーションがすごく面白い作りになっていて、開けるとね、こういう感じで、こことここと、2つ実は、ファンデーション。で、こっちはですね、コンシーラーになっています。こういうアルミのね、蓋がついているので、ちょっとめくってみると、はい、こんな感じで、こちらは、コンシーラー部分のクッションですごくね、薄めにはなるんですけれども、よりカバーしたいところとかですね。でこちら側はめくると、はい、こんな感じで、一般的なこちらもクッションファンデーションになっています。2色比べてみると、ちょっと分かりづらいかもしれないですが、こちらの方が少し明るめの感じに見えます。でクッション自体結構固めの感じですね。で指で取るとこれぐらい結構カバー力というかリキッドですけれどもクリームに近いようなちょっと濃厚な感じがします。でコンシーラーの方はこれはパフで触ったらこの感覚ちょっとわからないでしょうね。すごくちょっとこうオイルっぽいというかかなりこうクリームに近いようなでもこうサラサラっとした伸びのいい感じのテクスチャーになっていますね。カバー力やっぱりすごくしっかりしています。で、クッションの方ですねは全然テクスチャーがこんなに違うんですね。すごくみずみずしいこう伸びのいい感じっていうんですかね、潤いがある感じのクッションになっています。カバー力もやっぱりこちらの方がやや自然な感じっていう感じですね。これはすごく面白いですよね。で仕上がりもこっちはもうかなりマットな感じのコンシーラーベースになっていて、こちらはツヤのある感じですね。肌のトラブルとかをね、隠したいときに、コンシーラーと併用すると思うんですが、こういったものがね、一緒についていると、色味も合うし、同じブランドのメーカーのものになるので、すごく便利で使いやすいと思います。今回は限定のパッケージで手に入れましたけれども、もともとあるファンデーションなので、気になった方はね、もちろん限定のパッケージも可愛いので、チェックしてみていただけるといいかなと思います。そしてもう一つはこちらのアイシャドウパレットになります。これも同じようなデザインになっていてすごく可愛いですね。商品名は、マイネオンサインアイ&フェイスパレットというものになります。中に入っている色の感じこういう感じで絵にしてくれていますが、開けるとこういう色展開と、こちらにはハイライトカラーとブラッシャーチークで、アイシャドウはこちらの6色ですね、ブラウンと少しモーブっぽい色もあったりします。こちらのパレットに入っている色を全部塗ってみました。まずはこちらの6色のアイシャドウですね。マットが1つだけこう新明色っていうんですかね、少し焦げ茶寄りの、深みのあるブラウンが入っていて、あとは、ピグメントとか、こちらの方はパールですね。で、パールにラメが入っていたり、すごく使いやすいブラウンの、カラーに
このあたりのねピンクとかが入っているのですごくホリデー感が出る感じかなと思います。全然普段使いもしやすい、色展開になっていますね。でもう一つはこちらのハイライターと、チークブラッシャーですね。ハイライターも白がベースですがピンクのパールが入っているのでこう光に当たると少しこう可愛い感じ、ピンクにこうちょっとこう変更するようなパールが入っています。でチークの方も、結構ねしっかりした、ピンクでややコーラル寄りの感じには実際見えるんですが、こちらもピンクのパールが結構しっかり入っているのですごくねこうホリデー感というかツヤ感が出るすごく綺麗なチークじゃないかなと思います。ラネージュはすごくこう大人のブランドっていう感じの、コスメのラインになっているので、まあ、こういう可愛い感じではあるんですがすごく高級感のあるというか大人の女性が使っても、遜色ない、パレットになっているんじゃないかなと思いました。そしてもう一つはこちらのリップですね。私が選んだのは1番のネオンピンクというカラーを選びました。もう一つはオレンジのカラーがありました。でこれもねパッケージがすごく可愛いんですよね。まあ、シルバーをベースにしているんですけど、こういうねプリントが入っていて、でここにねこのピンクのねすごくあの蛍光色の色味が、デザインになっています。で蓋を取るとこんな感じですごく長細い細いスティックの状態になります。でこれ本当に眩しいぐらいあの蛍光色でピンクなんですが完全にネオンオレンジっていう感じの色に見えます。で塗ってみるとこれはちょっと予想以上にすごいですね。あのすごくしっとりとろっとしたような感じのテクスチャーで、潤い感もあります。で見た目はあのすごく蛍光のピンクですね。これなかなか普通で使うの難しいんじゃないかなっていうぐらいすごく鮮やかなカラーですね。これは何かと色で合わせて、使った方がいいんじゃないかなと思います。まあ、でも遊び心があって、まあね、ちょっとホリデーシーズン過ぎちゃいましたけれども夏とかね、カラーメイクとかするときにちょっと使うと面白いんじゃないかなと思います。で続いてのブランドは、3C をねまた新しいものが出ていたのでそれを混ぜながら、選ばせていただきました。まず一つ目は、こちらのですね特に新しいというわけではないんですけれどもすごく人気のアイシャドウパレットを、選びました。でこのシリーズは、ムードレシピというねこういう淡い感じの色合いを、メインにしているシリーズの中の、アイシャドウパレットでもう見たことある方たくさんいると思うんですけれども本当にあのすごく人気 でこちら色展開は3色展開でその中でも少しこうピンクがかった、色合いのパレットですね、オーバーテイクという名前の色になります。色味はこういう風に、基本ブラウンとかベージュをベースにしていて、で、マットと、あと、こうラメ入りとか、グリッターの色合いとかも入っている9色になります。ちょっと抜粋して塗ってみると、こんな感じですね。真ん中のカラーが。で、すごく色づきも、あの、いいですね。プレスはちょっと柔らかめかな？ちょっとこう、粉が、ここら辺ちょっと浮く感じは多少ありますけれども、すごいさらっとつきますね。でこのアイシャドウは、まあ、少し前に出たものにはなるんですが今回ですね新しく、同じようにこう給食入りのパレットで、オールナイターという、新色新しいものが出ました。それがこちらの、黒いパッケージになっていて中はすべて、グリッターカラーですね。もうキラキラの給食が詰まったアイシャドウパレットになっています。はい、もう中を開けるとすべてキラキラです。で多分ほとんどゴールド系のグリッターが入っているんじゃないかなと思います。あでもこう粒子もすごく細かくってこうザラザラした感じっていうのが全然ないですね。で粉もすごくしっとりあのしてます。先ほどの、パレットよりもこんな感じです。どの色もすごく可愛いですね。
で、アイシャドウに続いてなんですが、こちらも既存のというか元々ありました、フェイスブラッシュですね。ヌードレシピシリーズのフェイスブラッシュで、私が昨年の、ベスコスにも選んだモノピンクっていうカラーの色違いになります。こちらは、ローズベージュというカラーですね。で、見た目の色はね、こういう感じです。マットですね。もう全然こうキラキラした感じも全くないカラーになります。で、ちょっと塗ってみるとこういう感じで、本当にほんのりこう血色感を自然に出してくれるカラーで、ピンクもねいいんですけど、最近こうブラウンリップとかそういうメイクをすることが多いので、こういう感じの色のチーク私あんまり持ってないので、これもあるといいかなと思って選びました。とにかくね、粒子が細かくって、もう肌にこうつけた感覚がもうほぼないぐらい、すごくフィットします。本当にね、サラサラで海外コスメっぽいなっていう感じがします。そして続いても、同じムードレシピシリーズの、これは前から持っている、リップになります。今回このヒットミーアップっていうカラーで、私が持っているカラーがだいたいピンク、ローズ、パープルという感じの色合いなので、オレンジっていうんですかね、そういうもので、一つちょっと一緒に合わせて使うといいかなと思って選んでみました。で、中の色はこういう感じで、すごくくすんだ柿色っていう感じの、ブラウンオレンジになりますね。で、ちょっと見づらいかもしれないですが、色はこんな感じです。すごく鮮やかな発色なんですが、くすみが入るので、派手にならないというか、すごくいいオレンジカラーですね。ティントではないですけど、すごく唇にこうピタッとフィットして、見た目はマットなんですが、塗り心地は意外としっとりしていて、落ちにくさもあるので、このシリーズはやっぱり 3C の中では一番好きですね。で、最後にもう一つなんですが、こちらですね。これは新商品になります。先ほどと同じ形のリップになるのですが、パッケージがこういうちょっとこう鏡面のパッケージになっていて、新しく出たリップになります。商品名もね、同じなんですね。マットっていう質感も同じです。で、これが今回3色出ていて、私が選んだのがブランチタイムというこの色になります。で、こちらはですね、初めてですね、こんなにこうピカピカしている、ゴールドですね、少しブロンズがかったようなゴールドカラーのこういう鏡面仕上げの、パッケージになっています。インスタで見てね、すごく可愛いなと思っていました。で、こちらのカラーはこういう感じのかなりくすんだブラウンローズっていう感じです。この3色出た色展開、全体的にちょっと赤みのあるようなブラウン系の3色になっていました。その中でもちょっと薄めの色というか、あまりこう赤みが強くない色を私は選んでみました。で、こちらも塗ってみると、はい、こんな感じです。先ほどのリップと塗り心地というか質感はほとんど同じかなと思います。もしかしたら色によってで少し違うっていうところもあるかもしれないですが、こちらの方がより軽いというか、さらっとした感じが強い、印象が今ありました。さっき塗ったこのアイシャドウの色合いとももうぴったりな感じじゃないかなと思います。はい、ということで今回は、ビューティークリアさんから選ばせていただいた韓国コスメで、ラネージュのホリデーコレクションと 3C の新しいアイテムも含めた、人気の商品を選んでみました。気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。